でございます。本日センター試験の1日目のエールを終えて、東京大学より、聖徳の前に、差し掛かってまいりました山本豪雨の、下町凱旋でございます。ここを越えるとね、下町とちょっと言い切れなくなってくる自分がいますね。この坂を降りると、この坂を降りるとってなんか J-POP っぽくなってまいりましたが、山の手の匂いがすると、もうすでに文京区ですからね、山の手山の手してますけれども、不思議ですね、坂を降りると山じゃなくなるのに山の手、の雰囲気が色濃くなってまいります。山本五分は下町凱旋、そして、山の手凱旋も欠かさないと、こういった政治姿勢で東京のナイトエコノミーを支えるのは食と、そして交通と、そういったちょっと古臭い考え方を持ってまして、皆様の足と、そして胃袋が満たされない限りは東京の飛躍なしと、こういうところが私の政策推進の源になってまいります。具体的には皆様の足を深夜交通で、浮き立たせていくと、そして皆様の胃袋を東京のラーメンと、そして東京のお米と、東京のお米って変か、日本のお米で、そしてオリンピックを、来年に控えて下支えするのがサイバーセキュリティである、こう私は地道に地道に皆様の観光の、そしてスポーツの担い手に皆様がなる上で、その土壌をですね、整えて、いってまいります。安くスポーツできる土壌を作っていく、これは公有地を使ってまいります。山本豪雨が休む暇なく働いて、そしてその汗でもって皆様の気楽にこう、旅行して、そして運動していただけることの、養分を私が作ってまいります。山本豪雨でございました。それでは皆様、良き週末をお過ごしくださいませ。ありがとうございました。